ハレルヤアメン、アメン、ハレルヤアメン。こんばんは、こんばんは。ヒカルさん、ハレルヤアメン、アメン。恨んでないよ。吉原さん、こんばんは。親に恨み節の人生です。千鶴子を許すことができました。私の母親の名前ですね。桜井千里さんがお亡くなりになった。明日は花さんですか。はい、明日ですね、明日朝11時10分ですね。1時10分って言ってたんですけど、また変更になりまして、明日火曜日、朝11時10分ですね。一応花さんの放送再開の予定です。予定ですね、11時10分ですね、予定です。牧師さん、明日はよろしくお願いします。花さん、はい、よろしくお願いします。はい、あやっぺさん、ハレルヤ。また予定が変わる可能性はあります。リトルさん、ハレルヤ。今日はあなたのためにお経をあげました。お経をあげないでください。祈ってください。お経をあげないでください。私のためには祈ってください。あなたが救われること。親に恨まれてます。まあ親に恨まれてたらしょうがないですけど、親を恨まないでくださいね。はい、今ちょっとですね、スカイプ突が来てるんです。ごめんなさい、許可制なんです、すいません。突くださる方はですね、前もって許可を得てくださると嬉しいんですが、まあ、たまには出てあげましょうかね。もしもし、もしもし、はい、もしもし、私クリスチャンなんですけど。クリスチャンですか。わお、嬉しいですね。はい、もしもし、聞きたくて。はい、どうぞ。クリスチャンですか。親に対しての、はい、そのわだかまりっていうのを、はい、聖書を読んで勉強しても、教科書を読んでも、聞けないんですけど。聞けない、聞けない。他のことに関しては、クリアできたんですけど。聞けない。じゃあね、もしよければね、親を許す方法が一つあるんですよ。殺すんですか。いや、親を殺すんじゃなくて許す方法ね。はい、やってみますか。はい、はい、じゃあね、イエス様はね、許しなさい、そうすれば許されますと言ったのを知ってますか。もちろんですよ。知ってますか。じゃあね、私が言うように言ってくれませんか。はい、言えたらいいです。言えたら、うん、言えたらね、言えたらね、気持ちとしてはね、許したくないと思うんだけどね、口でね、要するに、まあ、信仰で宣言するんですね。で、こういうふうに言ってください。はい、親を許しますって言うんです。言うんで、口で言っちゃうんですね。だって言えないですよ。許す気がないから。だからね、問題はね、許す心がない、許す気がないことを知っててね。例えば、イエス様を信じるときに、イエス様を信じますって口で告白するじゃないですか。うん、あれと同じで、というか告白することによって神様が変えてくれるみたいな。だから許す気がなくてもいいんです。ただその許す気持ちが神様がくれるので。真面目に言ってるんですか。もちろんもちろんもちろん。じゃあ私も真面目に、うん、やってますか。ミスさんなんですけど、じゃあ一度やってみましょうよ。それだって親を許しますって宣言することは決して悪いことじゃないでしょ。だけどなんかそれ言ったらなんかありそうで嫌だ。何かあるって。何があるの。なんかこう自分の方に返ってきそう、変なものが。変なものが返ってくる。なんか私イエス様に対しては真面目にやってんですよ。ああ、うん、だったらイエス様がね、許しなさいって言ってるのはもちろん知ってると思うので。知ってます。で、天国に行きたいとも思ってます。でしょ。で、主の祈りにも書いてあるわけでしょ。うん、で、主の祈りもしてるし、きちんとやってますよ、私だって。だとすれば、ね、イエス様に向かって親を許しますっていうことは決して悪いことじゃないでしょ。私の名前は麦茶です。麦茶さん。じゃあ麦茶さんね、親を許しますって言ったら神様喜ぶのは当たり前でし
まあ、そこはね。で、とにかくね、許したい、許さなきゃいけないと一応思ってるわけでしょ？だでともしたね、ら、私なんか親にされたこととか、親とのわだかまり考えると、こうイエス様を信じる思いほどでクリアできないんだよね。残念。クリアするのに自分の力じゃできないんですよ。で、だから十字架が必要なわけ。十字架っていうのは、私たちに力をくれるっていうことでしょ？許す力を。だから、許す、か、あの、十字架から、力をもらう方法があるんですよ。それが、両親を許しますって叫ぶことなんですか？叫ぶっていうよりもね、まあ、神様に告白するみたいな。キレとかやってるから来た方がいいの？え？キレとか画面出てるけど、あ、キレ。全然気にな、全然気にな、もう、それは、気にしないでください、気にしないで。あ、わかりました。ネオ麦茶じゃなくて麦茶です。あ、じゃあ、麦茶さんやってみましょう。とりあえず、許せるようになったら、それでいいわけでしょ？今さ、ちょっと軽く言ったじゃん。じゃあ、もう一回言ってください。親を許します。なんなんだけど。え？そうなんだけど。じゃあ、その後私祈りますから、もう一回言ってください。親を許します。親を許します。親を許します。もうこれ以上は無理だわ。なんかもう一回だけ、親を許します。許します。アメン。じゃあ今度私祈りますけど、いいですか？いいよ。はい。一発だけね。でもそれじゃダメだよ。え、一発だけ？一発しか祈らせないよ。それじゃ無理だよ。一発って何？祈りに一発も二発もあんの？で、私がイエス様すっごい信じてるんですけど、牧師さんとかで嫌いなタイプが、でも延々祈ってくるじゃああ、じゃあ、そんな長く祈らなきゃいいんでしょ？短く祈ればいいんでしょ？言ったらマジでぶち切れじて。ゃあ、短く祈りますから、じゃあ、つく。国家勉強じゃないって普通に働いてるって。じゃあ、いきますよ。いいですか？はい。天のお父様、麦茶さんが許しました。親を許しました。許す心をください。許す心をください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。今ので平気なの？そう。これででもやっね、ぱ今ってやっぱ一発より多いよね、何個か。ちょっと多かった？若干はけど、まあいいや。まあ、麦茶さん、その許す気持ちをね、絶えず持ってください。そうするとだんだん許せるようになりますので。どうやって維持できんの？ん？どうやったら維持できんの？もし、ま、今から許す心がだんだんもらえるはずなのね。誰から？イエス様から。さあ、私もう4年以上教会通ってんのね。油杉がないとなかなか無理なんですよ。油杉聞いたことないですか？油杉って。じゃあ、聖霊に満ちるっていうのは聞いたことありますよね。木の話？聖霊様は知ってますよね、聖霊は。え？知ってる。聖霊様は知ってますよね。あ、油注ぎって言ったの？そう、油そうそう、聞いたことある。思って、油杉って何かと思って。油注ぎね、それ知らなくて。セレ様、油注ぎは知ってますか？存じ上げてます。え？存じ上げてます。で、その油注ぎがあると神様の力が働くわけ。で、4年間ね、なかなか許せなかったってことは、油注ぎは十分なかったかもしれないね。自分の力じゃできないから、神様の力でできるから。もしね、許せなかったら、またお祈りしますので、多分少し変わってきますので、ぜひ変わってきたら証ししてみてください。少し変わってきました、許せるようになりましたって証しください。証？証し。じゃあ今後またしょぼしょぼ聞いてみます、この放送。そうですね、聞いてください、ぜひぜひ。人口は忍耐ですか？まあ、ある意味では忍耐ですけど、喜びでもありますよ。クリスチャンじゃないよ、じゃなくてクリスチャンだっつってんの。クリスチャンになったのは何年ぐらい前ですか？6年前できちんと洗礼を受けたのは4年前です。わお。クリスチャンになって何が変わりましたか？人のことを恨んだりすることはなくなりますアね。メン、アメン、素晴らしい。それだけでも違いますよね。信じる前と信じた後全然違うでしょ。全然違いますね。ねえ、素晴らしい。よかったですね。横浜で。横浜ですか？私、東京町田ですよ。でもそこ東京で、うちは神奈川なんですけど。ね、町田はね、大体ほとんど神奈川なんですよ、町田は。でも東京都じゃないですか。地理的にはね、神奈川なんですけどね。あれです、みなとみらいの方で。ああ、みなとみらい。たくさん教会ありますね、あの辺は。そうなんですよ。だから学校もそういうなんとかキリスト教系の学校行ってたので、少しあれし私た。もね、横浜の教会たくさん知ってますよ。
本当ですか？うん、大抵の教会知ってますよ。ああ、うん、何、私勝手に在日の人ってことになってるんですか？いやいや、私のことね、在日だって言ってる人がいるだけです。だ、気にしなくていいです、全然。教会在日の人多いです。あ、そうなんですか。はい、なんかやっぱり、ね、うん、クリスチャンは観光人の方多いですか？ああ、そう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 、韓国人の方はね、クリスチャン多いんですよ。ですよね。多いですね。私も韓国語で聖書とかを説明したりしますよ。うんうん、韓国語話せますか？あ、話せます。素晴らしいですね。はできます。あ、ほんと。麦田は残日じゃなくて日本人ですよ。素晴らしいですね。私もね、やっぱりクリスチャンの方、韓国人の人多いからね、友達がいるんですよ、たくさん。ですよね。はい。たくさんのね、韓国から宣教師が来てくれてるしね。はい、日本のために本当に伝道したり祈ってくれたりしてますから、うん、感謝してますよ、韓国人の人にね。韓国語は文法も簡単なんで楽ですし、あ、そうですね、筆法も一緒なので。うん、韓国行って教会も行きましたよ、旅行行った時。あ、韓国行きました？あ、何度も行ってます。で、韓国の教会に行きました。まさ、もう全然熱心でしょう。ちゃんとしたクリスチャンだって世界行ってるじゃない。なんかすごい燃えてませんか、韓国の教会は。あ、向こうの人はすごいですけど、私は、うん、油注ぎ受けませんか、韓国の教会行ったら。いや、そんな一発目に受けないですよ、訪れて。やっぱりちゃんと、うんうん、例えば5日間いるんだったら、うん、その間結構通ったりすれば、うん、でしょうけど。韓国では聖霊10万、聖霊10万って言いませんか。あ、言いますね。あと祈祷会が結構頻繁にあって、一日中あんまりご飯も食べないでお祈りをする。ねえ、すごいですね。日本のクリスチャンとちょっと違いますよね、感じがね。うん、まあもう同じものを見ているのでそんな違和感はないですけど、うん、そうですか。なんか韓国の人が熱心で日本人は冷めてる感じしますよね、なんかね。あと、キリスト教だって言うと変な風に言われることがあるのであんまり言えないんですけど。日本では。はい、あ、そうかな、言われますか、やっぱり。うん、気にしなくて、そんなことは全然気にしなくていいんですよ。だってクリスチャン少ないからね。私は気にしてないから言うんですけど、うん、なんか他の信仰系の宗教ですかって聞く。ああ、まあ、日本だとね、宗教アレルギーがあるからね、やっぱりちょっとこう、うん、ね、もうみんな知らないです。キリスト教のことを知ってるようでみんな知らないし、うん、聖書も読んだことない人たくさんいるし、まあ、すごい気持ち臭いとかって、やっぱみんなこんなこと書くんですね。ニコ生知らないですか。ニコ生はもう悪コメ書く人たくさんいるんですよ。結構見てますけど。あ、見てますか。うん、も見てたんですけど、うん、すごいね。もう私の放送はね、もう嵐だらけなんですよ。嵐だらけ。メンタルが強くなりそうですね。もう強くなるのを超えてるみたいで、もうもうあれですね。もういいよっていうか、私は切りますね。あ、それじゃあありがとうございました。きっと変わりますよ。本当ですか。はい、許し続けてくださいね。恨んでたらまた電話します、ね。はい、また電話ください。はい、シャロン、シャロン。はい、嬉しいですね、クリスチャンの方。まあ、きっと許せるようになるんじゃないでしょうかね。強くなるような見心次第。あ、もう一つ来ましたね。今日はトツが多いですね。もしもし。もしもし。はい、久しぶりです。お元気ですか。はいはい、お元気そうで感じです。はい、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はいはい、どうぞどうぞ。ちょっと名前は出さないでいただきたいんですけど、はいはい、多分何の話をしようとしてるかも分かってると思うんですけど、はい、ある女性がいて、はい、その人と僕は結婚するかもしれないっていう、僕は正宏だってことを言っていいんですけど、はいはい、話があって、で、カリスマ派の人と、まあ、僕の教団ちょっと出せないんですけど、名前は。カリスマ派じゃない教団は、ちょっと結婚は難しいかもしれないんですね。その女性に言ったって聞いたんです。はい、そうなんですよ。そうなんです。そうなんです。そうなんですよ。やっぱりね、信仰って一致しなきゃダメなんですよ。一致しないと。信仰っていうのは、やっぱり心が一つになることだからね。あ、結婚っていうのは心が一つになることだから、うん、信仰が合わないとうまくいかないんですよ。それは例えば、うん、まあ、ある宗派とカリスマ派とで、うん、なんていうのか、アプローチが違うだけであって、うん、その信仰そのものは変わらないんじゃないのかと思うんですけど、どう思いますか。例えば、正宏さんが行く教会とね、
もう一人の相手の方が行く教会が宗派が違うとしますよね、はい、でお互いの自分の信仰の宗派に行きたいとしますよ、はい、そしたらあの教会が別々になっちゃうじゃないですか。そうですね。それよくないんじゃないですか。それはえ、なんですか。じゃあ子供はどっち連れていくの。子供の意思で決めればいいんですか。いやでも小さい時はどうするの。小さい時はまあそれも意思は子供でもあるから、子供の意思で本当に行きたい方に、うん、ライオンじゃない。だからその例えば意思を持つ、例えば1歳とか2歳とかね、うん、そういう時にお互いに例えば自分の教会に連れて行きたいじゃないですか、うんうん、だけどお互いにそれを違う教会だったら困るんじゃないの。どうなんでしょうね。そりゃそうです。だからどう考えたって一致した方がいいんですよ、うん、一致した方が。じゃあ仮に子供がいないっていう状況なら結婚していいってことですか。だけど、結婚するしないは神様が決めることだったら大前提として、例えば日曜日ね、はい、日曜日教会行くと大体まあ朝から、はい、まあ、場合によっては午後までいますよね、はいはい、で仕事がまあ月曜からまあ金曜日もあるとすれば、はいはいはい、やっぱり日曜日っていう大事な時間を、ね、はい、夫婦がバラバラで行くのは良くないんじゃないかな。やっぱり同じ時間を共有しないと結婚した意味がないんじゃないの。じゃあそれは例えばクリスチャンとノンクリスチャンの場合でもそういうことを送り入れると思うんですけど、ノンクリスチャンとはなおさら良くないでしょう。キューちゃんの考え方、キューちゃんって言っていいんですよね、うん、キューちゃんの考え方的には、うん、カリスマ派の人はカリスマ派と結婚して、うん、できればみんなカリスマ派になって、うん、っていうことなんですよ。そういう理解でよろしい。そうそうそう、ちょっとメモ取りますね。はい、みんな、みんな、全員、うん、カリスマ派になって、うん、全員カリスマ派と結婚することは良いことだと。これは聖書の根拠的にはどういうこと、うん、どこを根拠に。聖書はね、やっぱり信仰の一致、御霊の一致っていう言葉が聖書にあるんだけどね、うん、やっぱり私たちはどこですか。ちなみに何書とか分かりますか。エペソのね、はい、エペソの、はい、ね、どこ行くの。エペソの4章の3にも書いてあるかな、はい、4の3、分かりました。後で見ときます。あと4章5節にも書いてあるかな、はい、はいはい、分かりました。はい、じゃあまあそれだけ見れればいいんで了解です。分かりました。またなんかちょっとすると思います。そうですね、そうですね。じゃあまた頑張って、はいはい、ありがとうございます。一発二発祈ってください。その時ははい、分かりました、はい、一発二発ね、はい、はい、はい、それじゃあはい、トツがねありましたね。そうですね、クリスチャンで一番大事なのは油注ぎです。アメン。プロテスタント教会であればどこでもいいのでは。いや、そんなことそんなことそんなことないんですよ。やっぱりね、まあ、ちょっと正直に言うとですね、私の家族はですね、違う教会行ってましてですね、まあ、福音派とカリスマ派の中間ぐらいって言ったらいいのかな。やっぱり、まあ、バリバリのカリスマ派ではない教会に行ってるんですね。で、やっぱり合わないですね。やっぱりこう宗派が違うとですね、信仰が合わないのでですね、やっぱり違いがいろいろありますね。やっぱり家族がですね、バリバリのカリスマになってほしいんですけどね、まあ、それは祈っております。祈っておりますね。はい、それではですね、今日のタイトル、親を恨んでいませんかということですね。今日は夜回り先生っていう、皆さん知ってると思うんですが、その夜回り先生の、まあ、ビデオ、YouTube をですね、まあ、チャッチスクールでちょっと見たんですが、その夜回り先生の話の中ですごくこう印象的なことがありましてね、若い、まあ、10代の男の子、女の子が、まあ、親との関係が悪くてね、親と関係なくて、それで非行に走っちゃうっていう話があったんです。ゆまり先生もクリスチャン？本当？ゆまり先生クリスチャン？知らなかった。本当ですか、それ。ゆまり先生クリスチャン？本当かな？
あ、奥さんがカトリック。奥さんがカトリック。じゃあ、本当なんですか？知らなんだ。知りませんでした。なんかクリスチャンっぽいなと思ってましたね。クリスチャンっぽいと思ってたけど、まあ、クリスチャンなら嬉しいですけどね。本人はわからない。そうですか。まあ、とにかくですね、その子、親との関係が悪いから非行に走っちゃう。親と喧嘩しちゃうから、ね、なんかこう、悪いことしちゃう。そういう話があったんですね。きっとクリスチャン。うん、そうですか。そして、その、やっぱりこう、まあ、こう、夫婦がね、喧嘩してるとか、まあ、離婚しちゃうとかいうことによって子供たちが傷つくわけですね。で、その、親との関係が悪いと、結局その、親に甘えられないですから、まあ、その分だけ異性に頼っちゃうとかね、他の友達に頼っちゃうということの中で、だん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 、こう、まあ、誘惑されて堕落していくという。小野さんは小学校時代に母親が怖かった。確かこれ言っちゃいけないのかな。あんまり言うとまた怒られるので、ちょっと言わない方がいいかな。それでですね、要するに、親との関係が悪いということは、いいですか？小野さんのお母さんが、やっぱりカトリックのクリスチャンなんですよね。とても優しい、お母さんで、小野さんをかばってくれたという話を聞きましたね。小野さんを、お父さんの DV から守ってくれたというね、小野さんのお母さんは、カトリックのお母さん、クリスチャンだったわけですね。それでですね、親との関係はとても大事だということなんですが、ところが多くの子供たち、また多くの親子は仲が悪いんです。で、なぜ、その、親子が仲が悪いかと言いますとね、クリスチャンの親じゃないんですね。で、クリスチャンの親じゃないとですね、大体子供をですね、こう叱ったり、それから、こう、なんて言うんでしょうかね、きつく怒ったり、ね、勉強しろとか、なんか、とにかく愛がないような言動が多いんです。ノンクリスチャンはね。だから、その、大体子供はもうなんかこう、親に愛されないみたいな、もう親にうんざりするような、まあ、親子関係がうまくいかない。まあ、それは、まあ親自身も癒されてない。親自身も、満たされてない。だからその、まあ、結局は分かりやすく言うと、まあ、人間の罪で親子関係もうまくいかないということですね。母親はアルコールが入ると鬼に変わりました。じゃあクリスチャンなのにこうあれですかね、お酒飲んでたんでしょうかね。はい、まあ、そういうわけでですね、人間関係がうまくいかないのはみんな罪があるからなんですね。声が小さい。ちょっと待ってください。声が小さいですか？じゃこのぐらいでいきましょうか。はい、それでですね、親子関係が悪いのは人間の罪のせいだということですね。人間の罪。それで、まあ、傷ついて育っていくというか、なかなか、さっきのね、麦茶さんも、こう、なかなかクリスチャンになっても親を許せない。ところがね、油注ぎを受けて許しますというふうに、こう、宣言していくと、許せるようになっていきますね。で、結局は、その親子関係がうまくいかないというのはですね、おそらく僕の母親、今で言えば幼児虐待でした。もうちょい上げてほしい。で、ちょっとボリュームを上げてみましょうか。マイクのプロパティ、結構上がってますね。はい、それでですね、その親子関係が悪いということは結局どういうことかというと、神様と人間の関係が悪いということを表します。5歳の時頭を角材で殴られた。
わお、虐待ですね。この嘘を見て母が改心してくれました。よかったですね。もっと下げてほしい。音が大きい。じゃあちょっと音を小さくします。はい、音を下げました。それでですね、その神様と人間の関係が結局悪い、罪っていうのは神様と関係が悪いということですね。で、その神様と関係が悪いということの中で人間が罪となんですが、その神様との関係が悪いということが人間の、まあ、肉の親子も関係がなく悪くなるということです。サマーさん、音声 OK です。ありがとうございます。そういうわけで、神様との関係が悪いということを表すんだということですね。それで、私が言いたいのは、まあ、親子だけじゃない、兄弟の関係も、全部人間関係はみんな人間の罪によってうまくいかないんですが、それは神様との関係が悪いということを教えるためなんですね。人間関係が悪いというのは、人間関係が悪いっていうのは神様との関係が悪いよ、神様との関係が悪いよということを教えるためなんだよということですね。反面教師で親がやった罪を私は絶対にやらないと決めました。まあそれは確かにいいことかもしません。反面教師であることはいいかもしません。でも小太郎さんね、それだけじゃなくて親を許すことができたんですよね。よかったですね。小学生になると手と足を縛ったりビールをかけて火をつけたり、わー、かなり小野さんは虐待を受けてしまいましたね。私も DV があったんです、父親のね。よく繰り返し言いますが、でも私も許すことができました。ですから親を許すというのは、まあ、神様を受け入れる、イエス・キリストを信じるということとちょっと似ているんです。逆かもしれませんね。そのイエス・キリストを信じることによって父なる神と和解する。つまり十字架というのは、神様と和解することなんですね。父なる神様と和解する。頭の傷は母親からの虐待の傷。十字架は私たち神様と人間の仲介をイエス様がしてくださって、イエス・キリストを信じることによって罪が許され神と和解ができる、親子が和解するということですね。まさに十字架っていうのは本当の親子関係、本当の親子関係が和解するという、十字架が、その根本的な問題を解決する。神様との関係が悪いことが人間の問題なんだよということですね。神様との関係が悪い、それが罪。その罪の問題を十字架によって解決できる、いや十字架しか解決できない。小野さん、しかし母親を憎んでません、アメン。小野さん、お母さん許しましたか。小野さん、お母さんを許しましたか。親を許すことができて私の罪が一つ減りました。親を許すことができて私の罪が一つ減りました。クリスチャンも油注ぎがないと宗教的になってしまうことがあると思います。クリスチャンも油がないと宗教的になってしまうことがあると思います。そうですね、はい、とっくに許してます、アメン。素晴らしい。小野さんはお母さんを許しました。お母さんを許しました。素晴らしい。それでですね、神様と和解することによって、天のお父様と和解することによって、罪が許されて、神様から祝福を受けるようになるのです。神様から祝福を受けるようになります。そして、その罪がなくなることによって、許すことで自由になるんです。小太郎さん、許すことで自由になるのです。自由になるのです。許すことによって自由になるのです。そしてですね、罪がなくなることによって、お母さん亡くなられた、
二十歳の時に亡くなりました。その罪が許されることによって私たちはあらゆる人間関係が回復するのです。親子だけではありません。兄弟姉妹ね、あらゆる人間関係が修復されます。つまり罪がなくなるということは、罪が許されるということは、私たちは人を愛せるようになるんだということですね。父親は23歳の時に亡くなった。あ、兄弟姉妹の皆さん、イエス様によって罪が許されるということは、イエス様によって罪が許されるということは、私たちは誰とでも、誰に対しても愛することができるようになるということです。誰に対しても誰をも愛せるようになるということです。アメンアメンアメン。ですから親を恨んでる人は、ね、親を恨んでる人はイエス様を信じて親を許しましょう。イエス様を信じて親を許すのです。そうすれば親を許せるようになるのです。親を許せるようになります。アメンアメン。それではですね、まあその親に関する聖書の箇所があります。それはエペソ6章ですね。エペソ6章ここですね。エペソ6章、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒とによって育てなさい。あなたの父と母を敬え。これは大事の戒めであり、約束を伴ったものです。そしたら幸せになります、長生きします。皆さん、親を敬えばですね、幸せになって長生きするという約束があるんですね。第一の戒め、これは人間関係において第一の戒めですね。人間関係で一番大事な戒めは父と母を敬うということですね。また子供たちを怒らせてはいけませんね。主の教育と訓戒、イエス様の教えで育てなさいということですね。まあ、チャースクルってそうですね。チャースクルっていうのは、まあ、イエス様の教えで、子供たちを教えるという、まさにチャースクルは、イエス様の教えで教えるということでしょうね。リスナーの皆さん、お父さんお母さんを大切にしてください。でもですね、このお父さんお母さんを敬うためには罪があってはできないんです。だから、このイエス様を信じることによって、イエス様を信じて初めて親を許し、親を敬うことができるようになるよということですね。人間の一番根本的な問題は、神との関係です。神様との関係がうまくいっていない、これを罪と言いますね。罪、このキリちゃん牧師お父さんと言いましたね。あのね、小野さんね、呼んでもらいたい気持ちもあるんだけどね、聖書にね、天のお父様以外はお父さんと呼んじゃいけないっていう箇所があるんですよね。まあ、先生と呼ばれてもいけないし、お父さんと呼ばれてもいけないんですね。なぜかというと、先生もただ一人イエス様、お父さんもただ一人天のお父様だけ。だから人間を先生と呼んだり、霊的パパね、やっぱりね、お父さんはただ一人ですね。お父さんは天のお父様だけ、ね、お父さんがたくさんいたらおかしいでしょ。天のお父様だけがお父さん、ね、
人間をお父さんと呼ん、まあ、肉と肉のお父さんは、まあ、仕方ないとしても、まあ確かにですね、その、うん、霊的にお父さんお母さんって言いたい人もいるかもしれません。でもやはり神様ただお一人、神様ただお一人が霊的なお父さんですね。ですから先生と呼ばれてもいけません。私たちは皆神の子供です、ね、私も神の子供です。皆さんも神の子供です。イエス・キリストを信じて、聖霊によって生まれたものは義理の父がいます。ああ、義理の父がいますか、イエス・キリストを信じる者は、皆神の子供です。神の子供、クリスチャンになって神様がお父さんになって、お父さんが二人になります。悪コメをもうリトルさんのことはほっといてください。うん、はい、それではですね、英語いきましょうかね。英語いきましょう。今日の英語はここですね。前にもやったことがありますね。これはルカの11:9 So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you.So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you.、私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすればドアが開けられます。皆さん、この御言葉は素晴らしいですよ。この御言葉は素晴らしい。求めるものは与えられるということです。求めるものはね、探すものは見つかる、叩くものは開かれる。これはですね、当然イエス様を信じる信仰が必要ですよ。イエスキリストを信じる信仰の中で求めなさい、そうすれば与えられるということですね。皆さん、イエス様を信じて求めましょう。イエス様を信じて何でも求めましょう。与えられます。イエスキリストの名によって与えられます。探しましょう、見つかります。叩きましょう、開かれます。皆さん、私たちの信仰はものすごいポジティブです。私たちの信仰は神の力が働きます。私たちの力はイエスキリストによって何でもできる信仰です。私たちは求めていいのです。求めていいのです。イエス様が与えてくれるのです。イエス・キリストを信じる、その信仰によって、イエス様が与えてくれるのです。イエス様が与えてくれるのです。このドアが開くのです。私たちの目の前が開くのです。ですから皆さん、何でも求めましょう。何でも求めましょう。もちろん、御心にかなう願いを求めてください。御心にかなわない願いは求めない、求めてはいけません。御心にかなう願いを、求めましょう、ね、快楽から求めなければ与えられます。そうですね、快楽はダメだということです。皆さん、私たちは、本当にその喜びがあります。神様が共におります。私たちの力は弱くても、私たちは無力でも、全能の方がいます。伝道する勇気を求めます。伝道する勇気を求めます。皆さん、良いものは与えられるのです。何でも良いものは与えられるのです。積極的に求めましょう。積極的に祈りましょう。私たちは、無力かもしれないけど、私たちを本当に祝福してくださる方、与えてくださる方がいるのです。私たちの祈りを聞いてくださる方がいるのです。私たちの、ね、願いを聞いてくださる方がいるのです。たくさん証ができるように求めます。アメン。皆さん、喜びましょう、喜びましょう。イエス様がおられるのです。私たちは
十字架によって神様と和解して神の祝福を受けることができるのです。神様は私たちの霊的なお父さんなのです。私たちは神の子供になったのです。神の子供になったのですから、私たちはアバ父よと、天のお父様に願っていいのです。お父ちゃんください、お父ちゃんくださいと、私たちは、霊的な お父さんに甘えていいのです。今までは神と断絶していくら願ってもいくら求めても与えてくれなかったけれども、今私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって神様と和解して、私たちは神様と和解したのです。だから私たちは神とに対して罪がなくなったので、だから私たちは思い切って甘えることができるのです。求めることができるのです。そして天のお父様は私たちに与えてくれるのです。祝福してくれるのです。そしてそれは天のお父様も喜んでくださるのです。私たちに喜んで祝福してくださるのです。ですから皆さん、感謝を持って喜びを持って信仰を持って、信仰を持って、神様に願っていきませんか。アメン、アメン。皆さん、そういうわけで、ポジティブに考えましょう。信仰的に考えましょう。御言葉に感謝します。アメン、アメン。それではですね、明かしタイムいきましょうね。明かしタイムね、親を恨んでたけど許せるようになった、親を愛せるようになった証し、イエス様を信じて親を許せるようになった、愛せるようになった、敬えるようになった証し、スタート、スタート、アメン、スタート、アメン。敵を愛し愛して親を愛せるようになりました。イエス様を信じて本当の父親に出会えて涙が止まりません。離婚した親を許せました。私の腕を折った親を許そうと思いました。アメン。短気な親を許せるようになりました。吉原さん、アメン。親を許せました。父のアル中が治りました。親の仏壇を窓から投げ捨てました。吉村さん、本当に愛されて育ったことが分かった。父親はいないけど天のお父様がいる。イエス様を信じたら父と母の仲が良くなりました。第三、良かったですね。アメン。親を敬うようにします。アメン。同僚に明るくなったねと言われた。イエス様の愛を受けて恨んでいた親を愛せました。アメン。私の両耳は聞こえませんが祈りますでしょうか。はい、祈ってください、祈ってください。仏教徒でイエス様に祈っていいんですか。祈ってください。仏壇を燃やしたら家族が活性化しました。父と母が救われますように。イエス様を信じて今を楽しく生きることができました。24年間引きこもっていましたが祈りで就職できました。アメン。素晴らしい。学校に行かせてくれなかった親を許せるようになりました。親を許して私は心から自由になれました。天からイエス様の声が聞こえてきます。お経の本を捨てたら肩こりから解放されました。ビエルの本を捨てる決意ができました。肉的の家族は義理の父と親戚のおじさんだけですが信仰的な家族になりました。両親も時代、世の中に縛られていたと分かりました。神棚を投げ捨てました。親に洗礼を受けさせたかった。
天のお父様を喜ばせたいです。キューちゃん牧師も家族の一人です。反抗期に親を突き飛ばしたことがありました。許してください。許されます。住職を継ぐのをやめました。昔 BL を読んでいた私は人格障害だと気づきました。アーメン。牧師が大好きになりました。ありがとうございます。父と母を愛しています。イエス様を信じたら親子の絆が強くなりました。カリスマになったら親子関係が良くなりました。親と喧嘩しなくなりました。母親の謝罪が本当に罪を悔い改めたと感じ、イエス様に感謝しました。素晴らしい伝道。17歳の時母親を叩きました。今でも右腕が痛いです。イエス様の愛こそが全ての救いと分かりました。前歯を折られた父親を許したいと思います。信仰に命をかけようと思います。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。イエス様をお会いします。人間革命の本を聖書に変えました。ぜひ今度スカイプで相談乗ってもいいですか。助けてください。いいですよ。同性愛だった私がイエス様を信じてから救われました。よかったですね。アメン。キューちゃん、宗教に騙されている人を救うにはどうしたらいいんですか。イエス様を紹介してください。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いる。老人ホームでこの放送を見てます。涙がこぼれます。アメン。非行に走ったことを許してください。許されます。牧師に相談に乗っていただきたいです。いいですよ。この放送でイエス様からエネルギーをもらいました。この放送を学校教育に取り入れてほしいです。アメン。キューちゃん、三位一体を認めないだけで異端になるんですか。はい、そうなんです。三位一体を認めないということが異端の定義の一つになっています。証の中に御言葉が生きています。クリスチャンになってから家族の大切さが分かりました。油注ぎ最高です。油注ぎで福音派の親も怒らなくなりました。油注ぎで福音派の親も怒らなくなりました。アメン。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。はい、ありがとうございました。この放送をブラジルから30人で見ています。わお、素晴らしい。感謝します。30人の方がブラジルから見ています。ありがとうございます。クリスチャンになり霊的に、ごめんなさい、はい、ありがとうございました。油葬儀で親のアルチューが治った。福音派の父と一緒にこの放送を見ています。キューちゃん放送を職場の皆さんに紹介しようと思います。ありがとうございます。
ある方がですね、2ちゃんの、掲示板にですね、明かししてくれて、この放送のことを紹介してくれてる方がいます。本当に感謝します。Qちゃん放送は精霊だけを見てはいないのですね。精霊だけを見てはいないの、どうみかな。カリスマは精霊派なんですね。ですから、精霊を強調します。精霊を強調します。福音派の教会をそのうちにカリスマに変えようと思ってます。アメン。アメン。はい、ありがとうございました。スカちゃんの方にちょっと証が来てますので、ちょっと読みたいと思います。親を許せるようになった証。私は以前、母が、私が中3の時に家を飛び出し、母とは仲が良かったのですが、どこかで母を軽蔑していたり、見下したりしていました。母とは友達みたいに仲がいいけれど、母親として、敬えなくなってしまいました。そんな母を許しているつもりでしたが、Qちゃんとある時話していたら、お母さんを許しますかと言われて、許してると思っていたのに許せていなかった自分に気づきました。そして Qちゃんの招きに従って、母を許しますと宣言して、Qちゃんに祈ってもらってから、だんだん母との関係が良くなりました。そして母を教会に連れて行くことができました。母はまだ救われていませんが、クリスチャンの私のことも受け入れてくれています。招きと祈りをしてくれた Qちゃんに感謝します。キューちゃんを働かせているイエス様に感謝します。アメン。よかったですね。この方は、お母さんを許すことができて、そしてお母さんの関係が良くなったという。わー、よかったですね。皆さん、これは事実です。これは事実です。多くの方が、親を許して、親を許して癒され、親を許して親子関係が良くなったのです。親子関係は良くなったのです。これは事実です。人間は弱さはありますが、大事な買い物をするときよく悩む。この年でやっと両親を愛せるようになりました。カジノコさん、この年でやっと両親を愛せるようになりました。僕は父と母を許してます。アメン。アメン。皆さん良かったですね。皆さん良かったですね。それではですね、招きをします。お父さんお母さんをまだ許してない方がいると思います、ね。お父さんとお母さんを許してない方、許せるようになります。自分の力ではできません。クリスチャンになって初めて両親に感謝を伝えました。アメン。イエス様が許す心をくれます。ですから、イエス様を信じて、ね、許す心をもらいましょう。イエス様を信じてこう言ってください。父母を許します。イエス・キリストのゆえに、父を許しますと言ってください。父と母を許します。父と母を許します。言った方はアメンと言ってください。イエス・キリストを信じて、父と母を許します。父と母を許します。アメン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 。素晴らしい。アメン。イエス様は許す心をくださる。イエス様は許す心をくださる。アメン。素晴らしい。素晴らしいですよ。ね、神様の御心です。神様が喜んでます。神様が喜んでいます。アメン。アメン。素晴らしい。アメン。聖霊様の働かれることや力を植え替えてもっともっと求めていることだと思います。アメン。アメン。天の父様、たくさんの人が、人間の罪によって、誤解し、親を恨むようになりました。暴力や虐待によって親を憎むようになってしまいました。その結果、自暴自棄になったり、自分の、自尊心が傷ついたり、
もう本当に、多くの若い人たちが、自分を傷つけたり、またいろいろ異性を求めたりして堕落しやすくなっています。堕落しています。イエス様、多くの子供たちは苦しんでいます。悩んでいます。そこへイエス様が来てくれました。どうぞ多くの若い人たちを救ってください。彼らの罪が許されて、親を許せるようにしてください。親を許せるようにしてください。多くの子供たちは親を恨み、親に対して怒っています。彼を救ってください。彼を救ってください。今ここにいる方々が父母を許しますと言ってくれました。彼らに許す心を与えてください。彼らに許す心が与えられ、親を愛せるようになりますように。親を愛せるようになりますように、彼らの親子関係を祝福してください。親を、敬い、あなたの御心を行うことができますように。どうぞ彼らを祝福してください。そして日本中、世界中の若者がイエス・キリストを信じて親を許せるようになりますように。イエス様、お願いします。彼らの心の傷を癒してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、親を許してくださってありがとうございます。親を許してくださってありがとうございます。神様は喜んでいます。神様は喜んでいます。そして本当の父なる神様、父なる神様との関係もイエス・キリストを信じる信仰によって和解します。和解します。多くの人たちが神様と、良い関係を持つことができます。それが救いです。それが永遠の命です。私たちを作ってくださった神様、神様のように、似せて作ってくださった人間は神に似て作られました。その人間が、作ってくれた神と断絶していました。遠く離れていましたけど、イエス様のおかげで、イエス様のおかげで罪が許されて神と和解ができたのです。神様が皆さんの心の中に来てくれたのです。神様が私たちの心の中に来てくれたのです。私たちは神様と一つになりました。聖霊様が来てくださって、聖霊様が来てくださって、神様が私たちの心の中に住んでくださり、神の宮になったのです。聖霊を受けたクリスチャンは、聖霊を受けたクリスチャンは、神の宮になったのです。私たちは神にあがなわれ、神のものになったのです。私たちの体は神様のものです。神様のものです。私たちは、今、信仰で、自分の体を持って神様に栄光を表しています。私たちの、言動を通して、私たちは神様の栄光を表しています。神様の栄光を表しています。神様に喜ばれる生き方をしています。皆さん、これからます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 神様を喜ばす生き方しませんか？霊的な親孝行と言ったらいいのかな、肉の親孝行も、するべきですが、信仰は霊的な親孝行です。皆さん、霊的な親孝行をしましょう。イエス・キリストを信じて霊的な親孝行をしましょう。天のお父様を喜ばせましょう。天のお父様の御心を行いましょう。霊的親孝行をしましょう。霊的な親孝行をしましょう。そして素晴らしい人生を送りましょう。神様を愛しましょう。神様を愛するのです。ありがとうございました。また明日、おやすみなさい。シャローン。シャローン。おやすみなさい。シャローン。シャローン。